ハイブが近道を掘ってくれたみたいですね。その穴から降りてみましょう。明らかにハイブの領域に入りました。そうだな、通信を最小限に抑える。不必要に敵の注意を引きたくない。
ハイブは絶対あの警報に気づきましたね。 CPU を手に入れましたが、ハイブを怒らせてしまいました。地表まで逃げ切れるかどうか。急げガーディアン。司令官、このままじゃまずい。ガーディアン、環境都市の中心まで行けるか。そこへなら迎えに行けるはずだ。ホリデイ。ああ、うん、任せて。この先が環境都市の中心です。そこから脱出するには助けが必要です。もうすぐ離陸する。すぐ迎えに行くから。アマンダ。何？気をつけて行くんだぞ。分かってる。CPU を司令部に持ってきてくれ。通信を解読するぞ。ようやく正気が見えてきそうだ。ジョンのドミヌス・ガウルが長い研究を経て開発した最終兵器。ガウルは何百もの世界を征服した。抵抗した世界は全てついえていった。あのオールマイティは恒星をも破壊する。野望を止めることはできない。奴の目的はトラベラー、そしてその光。今オールマイティは私たちの太陽に向けられている。つまり我々は戦いに負け、全て失った。トラベラーの守護のもと故郷を築いた。敵の襲撃に対し
壁を作って何世紀も防衛した。だが今壁は無意味だ。この敵は我々から故郷を、光を奪った。そして存続の危機さえ迎えている。すぐに乗り込むぞ、このオールマイティに。艦隊の準備はいつ整う？司令官、待って。待っていたら全滅だ。だが共に襲撃すれば取り戻せるのだ。故郷を、光を、希望を。死んでも本望だ。ファイアチームが必要だ。イコラとケイドが必要だ。何か、何が必要？何を失ったのかさえ分かっていない。私たちはそれだけだ。どんなようだ。何かしてくれたのか。クランこそが人々の助けになってる。光と共にあれ、ガリア。今夜はウサギがいいか、それともハトか、教えろ。